この裏の階段を作るはね、私の中では結構一個の目標だったんで、それが達成できて嬉しい。あと馬も連れてくることができた。それでかい。嬉しい。だから今日地味に2個やりたいことがすでにできている。これはよく進んだ、うん、今日やりたいこと他にもたくさんあるって言ったら、その空中アーチ、空中アーチもいいんだよな。どうしようかな。アーチマグマ通したかったんだけど、私の気持ちとしては。そうだな、前景を見てから判断をするっていうことはやりたいな。ちょっと今ね、5の9まである程度土台ができたところで、ちょっと将来に向けた設計図を作る必要がありますね。高みから、高み盛り。ちょっと面白い。あ、そうすか。高み盛り面白いですね。あ、ありがとうございます。よいしょ。どうや。はい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 。今前景、町の前景はこんな感じなのね。1の9、2の9、3の9、4の9。あのマグマだまりはちょっと邪魔だな。ここは分岐してもいいな。あっちに1個伸びてるけど。こっち側にもう一個伸びて、ここと合併してもいい。分岐しよう。で、マーライオンちょっと解体。よかったな、ハラミ。はい、なんでしょう。マーライオン解体。あー、はい、ぶねー。ざわっとした。マーライオン解体して別のところに作るわ。ハラミさん、砂といえば持ってきてましたよね。持ってきましたよ。私、亡くなってしまった寂しいガラスがあるじゃないですか。はい。ガラスでマグマっていう発想はちょっと一回やってみたいです。どうぞ。はい、ありがとうございます。でも確かにいろいろと考えるとさ、なんだかんだで足りないね、素材ね、足りないね。はい、はい、じゃあ一回花見さんのとこ行きますね。夜か、夜か、寝るか。どこだい、どこを見せればいいんだい。大きいところ2階です。公民館、はい、そこにソファーを置きたいんですけど、何色が一番いいかなっていう。そのシルクタッチってやつを早く欲しい気持ちはあるな。先に実験オーバー。おお、今ね、ガラスで溶岩アーチっていう話があったんで、ちょっとガラスに溶岩を。レザー水槽。おお、水族館みたいだね。私はちょっとガラス、板ガラスなどで実験を。板ガラスだと微妙に溶岩は隙間空くんだね。板ガラスの方が効率はよく作れると。あー、なるほど。村井さん、レベル30にして動画のラストでエンチャントしませんか。しましょうか。29ですもんね、今ね。ちょっと私ここ唐突なんですけど、ここ嫌だったんで直します。木がちょっと混ざってるのが嫌だったんですよ、実は。前半はいろいろ作ったけど、後半は私の中でちょっと今整理だな。何気に地味な改善をしたぞ。このワンウェイレーザー行くときにさ、微妙にここ狭かったじゃないですか、はい、このゲートの横が、はいはい、ゲートの横をちょっと広くした。地味改善。タワー、タワー、このタワーいいな。あ、一番見えるこのタワーが前景。素晴らしい。なるほどなるほどなるほど。このタワー素晴らしいな。ちょっと私このタワーもう一回見直す。マーライオンアーチとこのタワーうまく合体できないかな。これマーライオン、これマーライオン。あれとこのカリン島、我らを象徴する建築物であるこのカリン島、このカリン島をちょっと融合させるプランを考えよう。あいま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 い。経験値30な。よし、湧きます。どうです。あ、出た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 。これ意味あります。ちょっと何これ、どういう時計。ちょっと一瞬行きますよ、それ。ブイーン、日時計ってこと。今ハラミンさんがあのレシピ本が解禁されてからは、我々が知った新しいアイテムである時計を作りましたね。ダサすぎる。そして額縁にそれを飾りましたね。いらねえですこれ、うん。なんというか、いらねえ。えのきだけですよね。いらねえですね。壊します。え、壊すの？いらないですよ。置いときなよ。ソファーどうですか？これはまあソファーはなんか硬そう。ネザー水晶のソファー。うん、いいと思います。ただ硬そう。硬そう。うん、そう。羊毛で作れればいいのにね。あ、でも確かに微妙にこれ曲がってってるぞ。キリンさんになったぞ。ちょっと待って、ネッシーみたいになったぞ。見て見て。どうぞ。首が。えのきだけがネッシーみたい。はあ、たまったかな。ちょっと私今から地下闘技場行ってきます。どうでしたか皆さん、今のソファー。どうでしたから、どうでしたから。もういいかな、降りますよ私。はい、久しぶりだな。階段、あいま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 い。サボテンをじゃあ飾ろうかな。え、私も。え、2匹しかいねえ。これじゃレベル30になんねえよ。なんで。あ、離れたからデスポーン。ちょっとハラミさんの時計を見に行ったがために、はい、死んでしまっていて。よし、倒しに行こう。うわー、たくさん音がしてる。うん、あー、いいね、久しぶりだ。皮と紙で。あ、すげえ久しぶり。こんな感じだったね、ここ。
あっという間だった。わお、あ、30いった、素晴らしい。よいしょ、じゃあエンチャントします。いっ、さあ久しぶりにやってきたぞ。いきます。剣からダメージ増加4、スラッシュドン、効率強化4、これはいいんじゃないですか。斧、効率強化4、効率強化がなかなか出てるぞ。これは効率強化4、シャベルで効率強化はいいんじゃないですか。なんかつけるのは弓は耐久力、まあ耐久力はね。じゃあ絵本はボス、お、水中採掘というやつが来ましたよ。これはお宝じゃないですか。めっちゃ良いやん、どれも。あー、すごい全体的に評価もらってる。あれ、水中採掘はどう、いらなかったりする。あ、いらない、対して言うて、なんだよ、水中ってついてるからさ、すげえ喜んだのに。あ、効率4のシャベルは感動的。じゃあ本を改めさせていただいて、ダイヤのシャベルですか。よし、これ作ります。皆さん今日もありがとうございました。ドン、作った。じゃあちょっと使ってみよう、効率強化4のシャベル、ここを掘ってみようか。いきまーす。こう、はっ、はっ、凄まじい。え、豆腐や、すげえ。あ、じゃあ整地にいいですね。うん、え、見て見て見て、はや、おー、さっさっさって、ほら、サクサク、なんやこれ。これは確かにビビりますね、この速さは。すごいですね。すごい。ついでにもうちょっと削っちゃう、こんなにも削れるんだったら。おひゃー、おひゃー、すげー。これ、あ、このシャベルの使い道決めました。なんすか。砂漠だ。こいつはすごい。これで砂漠をもう真っ平らにしていきますわ、今度。あ、しましょう。で、砂を大量に持ってきて、ガラス焼き放題。あ、ガラスの木を作ろうとしてるんですね。ガラスの橋、ガラスのアーチ、橋か、ガラスのアーチ。なるほど、橋を作ろうとしてるのか。シャベルは耐久の減りも早いから耐久3はつけたい。なるほど、耐久値の減りが早い。そうだよね、それは怖いっすね。じゃあハラミさん家の内装見に行きまーす。僕登ったのはどうしてくれるんだ。登ってってください。あ、1階にもちゃんとソファーが。そうです。階段の下には本棚が。そうです。そして2階には本棚が。やたら本棚置きゃいいってもんじゃねえぞ。いや、俺本好きなんで。まあ気持ちはわかる。本に囲まれて生活するの好きなんです。うわ、びっくりした。わ、ゾンビか、ホラー映画か。はい、じゃあちょっと登ります。登って空から。はい、皆さんお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。街がだん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 ね、建物ができてきてますね。ですね。ちょっと雰囲気出てきてますね、雰囲気。この木をちょっとまあ全部買って、で、うん、ですごい地道な作業になりますけど、この足場みたいなところも、うん、ちょっとここら辺とかもね、一回きれいにしたいじゃないですか。ここら辺とか。そうですね、見栄え的にも、うん、ここら辺とかもなんとかして。そうか、ハラミさん、白の町があるんだったら。白の町、砂の町、うん、新たな町は何の町って言ったらいいの。砂漠、砂漠の町。はい。この倉庫をいつまで地下に置いとくのかって問題もあるじゃないですか。あります、あります。レンガ地帯を、うん、この辺、この中央のその木を切り崩してマーライオンを外した場所、はい、とかに盛り上げて作ってもいいっすね、うん、そうですね、間に。そうですね。で、この水の流れてる感じとかも整理して、うん、っていうと結構区画が整理されるぞ、うん、で、ここの山の斜面にも階段ができて一気に登れるようになったんで、ちょっと次回以降も楽しみでございますね。はい、そうですね。では、そんなわけで、今日は終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。さよなら。ぐっさん、クソでけえ絵になっちゃうんですよ。うん、そんなにでかい。いや、もう こんなでかくなっちゃう。貼ってみて、貼ってみて、貼ってみて、ほら、あ、こんなでかい。でかっ、靴の中の骸骨、ほら、でかっ。あ、でも、あ、こっちは村井さん、こっちはほら調整された、ストリートファイター。もう一回やって、ね、ランダムなんですよ。もう一回やって。あんまりさ、言うてセンスのいい絵が混ざってるとはそんなに思えないよね。こんな絵とか貼って誰が喜ぶんや。だから全般的にダサくね。ダセです、いらねえ。まあ、ダッセ、まあ、最悪そういうのでいいんですけど。何が嬉しくて
あ、それいいじゃないですか。この絵のセンスなんだろうな。よくわかんない。そのまま行っちゃった。私そもそも11時半からの会議飛ばしてんじゃん。皆さんすいません、私ごめんなさい、離脱しますさっきエンディング撮ったんでバイバーイ。皆さんこんにちは、グッサンでーす。本日の豆クラ、はい、というわけで始まりました。今日の豆クラのコーナー、今日はですね、何をご紹介するかというと、こちら土、砂利、草ブロックについてでございます。村井さんがね、前回の動画でこちらの馬ちゃんをね連れて帰ってきて、まあこの棒を立ててこれ馬小屋とか言うてましたけども、馬小屋を建築する際におすすめの建築資材というものがあります。で、今まで村井さんそちら使用したことがないので、そちらのご紹介をしたいんですけれども、実はこの土と砂利、このようにねクラフトすると、こちら粗い土というものが出来上がります。これ一回クラフトしてみましょう。このね粗い土というものは、まあ、こういった見た目なんですけども、土と比較してみましょう。普通の土がこういう見た目ですね。で、まあ、ちょっと黒が入ってる感じです。で、この粗い土、普通の土と何が違うかというと、今ね、ご覧になられたように、この草が生えないんですよ。この普通の土ブロックっていうのは、この草ブロックの隣に置いとくと、このね、草が生えるんですけど、この粗い土というものは、草が生えません。ですので、あ、これまた生えましたね。牧場の地面などにするときに使う方が多いです。牧場の地面ね、この草が生えててもいいんですけど、あえてこう土のまま残したいという時に、まあこういう草がね、横に繋がってると勝手に草が生えてしまうんですよ。これね、実はシルクタッチのついてるツールでこうやって削ると、このまま取ることができます。シルクタッチはね、こういう使い方ができます。こうすると、土ブロックではなく草ブロックというものがそのまま取れて、で、こういう独立したところでね、草を生やしたいとき、本来こういうところこういう風に置くと草は生えないんですけども、こう隣に草ブロックを置いとくことで草が生えるようになります。はい、というわけで今回はこちらの土ブロック、そして土と砂利を混ぜた粗い土、そして、シルクタッチでこのままね、削ることによって取れる、こちらの草ブロックのご紹介でございました。もしね建築などで使うことがあればぜひ採用してみてください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。